はい、こんにちは、ブルホースです。今日、秋っぽい現代人っていうね、話をしていきたいと思います。まあ、楽しさと辛さは紙一重っていうことなんですが、まあ人間ね、いろいろとこう興味の移ろいっていうのは年齢とか環境によっていくものですよね。でその中で今日は、まあ、とある社長とね、僕がまあ話をしていた時のことで、まあ、気になった話がありましたので、それをね、タイトルとしてつけてやっていきたいと思います。まあ、テレビ離れなんていうのが言われたりしてますけれども、まあ、ここ10年くらいでも特に加速しているかななんていうふうに思いますね。僕個人の話でいくと、まあ、あのとある芸人さんが、まあ、テレビからいなくなったタイミングだから2011年くらいですかねのタイミングで、まあ、ほぼほぼテレビ見なくなって、一人暮らしを始めてからも、まあ、テレビを全然見ないなっていう感じになりましたね。まあ、なんせ一人暮らしの時はテレビがなくて、NHK の集金が来た時なんかにね、テレビないんですよって言ったら、本当ですかって家の中見せてくださいって言って、不法侵入ですけどいいですかみたいな、いやもうそれやったらいいですわって言って、まあ、本当にテレビがないんで集金に来られたところで払うものは何もないっていう話なんですけどね。はい。でまあ YouTube とかね、Netflix っていうのがまあ最近なんか特に台頭してきてて、でまあテレビなんかっていうのを見なくても面白い映像が見れる世の中になってきましたよね。でしかもまあ広告っていうのも最短で、ね、5秒でカットすることもできるんで、まあ、テレビのねまどろっこしも90秒とか120秒とかの CM なんかっていうのを見なくてもいいし、ですぐに見たい動画とか見たいシーンをなんか飛ばしたりとか巻き戻したりとかして見るって、巻き戻すっても言わないのかね、もう前後させることでたどり着けるっていう強みもあったりしますよね。でただ欲しいところだけとか見たいところだけをいいとこ取りしているっていうのを見ていると、まあ、人ってのは飽きっぽくなってる、それからも退屈に耐えられないっていう、まあ、事実もテレビ離れから見ることができるんじゃないかっていうことを話されてたんですね。で、まあ、活字離れっていう話もあって、まあ、指摘されてからね、これって何年も経つんですけど、でもよくよく考えれば、インターネットで皆さん結構情報収集とかされてると思うんですよね。それって図で表示されているものとか映像とか、まあ、画像とかでもある一方で、情報っていうのは活字で多く書かれたものが溢れているはずなんですよ。で、しかもインターネットの利用時間っていうのは増えるどころか、もうますますこれね、増えてってますよね。パソコンだけじゃなくてスマホからも見てるっていうのがあれも考えると、インターネットの利用時間って増えてるじゃないですか。そうなった時に活字離れっていうよりも、本とか新聞が疎遠になったっていうのが正しい表現の方法じゃないのかなって思うんですよね。で、インターネットっていうのは次々に新しい情報が手に入るし、一つのページを見ても、なんか次の項目っていう、まあ、ついつい次のページっていう、まあ、目移りがしやすいっていう状態の一方で、本とか新聞っていうのは、もうそこに書かれているタイトル一つのみの情報しかないわけなので、確かにそれだけが欲しいっていう、切り取った情報が欲しいっていうことであれば問題はないんですけど、集中力がかなり必要な活動になるんですよね。そうなると人間誘惑に弱い生き物ですので、インターネットを見ようっていう、まあ、こういう流れになるっていうのは、まあ、至極当然のことなんじゃないかなって思うんですよね。うん、で、じゃあこの原因は一体何なのかっていう話をしていくと、もう考えられることは一つじゃないかなと。面白い。楽しいって思うその感覚が鈍くなったっていうことが言えるんじゃないかと。で、言い換えればどういうことかっていうと、真剣に楽しむことができるものっていうのが少なくなったと。つまり浅く広くっていうのが今の現代の人たちにとっての主流になっているということなんですね。ちょっと動画を見るだけとか、ちょっと無料のゲームを楽しむっていう、そのちょっとやってみるという、まあ、非常に暇が潰しやすい世の中になっていると思うんですよ。確かに暇つぶしって疲れをねちょっと癒したりとか気分転換になったりとかっていうのはあるんですよ。ただ心の底から楽しむっていうものにはなかなか続きにくいというか繋がりにくいかなと。で、集中はするわけでもないし没頭するわけでもないので、その浅く広くっていうのが今の主流になっているんじゃないかなと。じゃあ秋っぽい現代人である我々が飽きないためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、何をするにしてもキーワードっていうのは真剣に時間をかけて、最初はうまくいかなくてもやってみるっていうことなのかなと。まあ、ちょっとテレビ離れとか活字離れっていう話からも飛躍はしてきてるんですけど、もう思いがけない楽しさとか奥深さっていうのは発見できると。その発見が物事を長く続けるための大きなヒントになってくるわけなんですね。で、これは食事の例でいくと、まあ、食わず嫌いの人が料理が本当に美味しいかどうかっていうのを知ることのないままになっていますと。で、ところが例えば見たことのない
魚とかね、お肉を見た時に少しかじってみると一口目でその美味しさに気づいて初めから最後まで食べてしまう、実は私これ好きやわっていう風にハマっちゃうっていう可能性があるにもかかわらず、それなのに、まあ、一口もつけずにもうちょっと見た目でええわとか匂いが受け付けないわっていうのでチャンスを逃している可能性があるということなんですよね。まあ、食事のよう話のように、まあ、ちょっとつついてみたらものすごく面白くてドハマりするかもしれないっていう、そういうのに気づく可能性があるかもしれないのを自ら潰してしまっているっていうのが、まあ、現代人の傾向としてあるんじゃないかと。だから人生は暇つぶしだっていうことを格言にして言っている有名人の方もいますけど、本当にその通りに過ごしていくと人生の後半で大きな後悔をすることになりかねないとも言ってるんですよね。それって何かっていうと、あれをやっておけばよかった、これをやっておけばよかったって、なんか気づいたらもう50代や60代になっちゃったっていう話になるんですよ。だから面白さを追求して人生これハマったなって、だから趣味がある人ってめちゃくちゃ強いんですよね。なぜかっていうと、真剣に時間をかけて最初はうまくいかなくても、なんか楽しいからやろうっていう風に趣味を見つけてやっていく人の方がやっぱ人生満足度が高い。で、自分の人生コントロールできるんで幸福度も高いっていう風に繋がっていくんで、真剣に時間をかけて最初はうまくいかなくてもやってみるっていうのをキーワードに、なんか最近何も手つかずだなとか、いろいろやってみるけど秋っぽいなって思う人は、以上のキーワードをヒントにぜひ何か没頭できるものを見つけていただけたらいいかなというふうに思います。ということで本日の動画以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。